ということで、こんばんは。こんばんは。メロンです。とお茶さんです。今回はちょっと冒険というか、まあ、マイクラのバニラ要素を触っていこうかなと思います。はい。で、何をやりますかと言いますと、ハンモの洞窟探してたらですね、バージョン 1.20 で追加された旅路の遺跡っていうのが、発見しましたんで、そちらの方ね、行ってみたいと思います。はい、それでは行きましょう。レッツゴー。行きましょう。レッツゴー。せっかくだからちょっと街、この道歩いていくか。うん。あれ、旅路の遺跡って何があるんだっけ？壺のかけらだけ？壺のかけらと、あれもあるんじゃない？あれ、なんだっけ？出てこ模様うん。装備の模様。ああ、はい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 。あ、そうだそうだ。カジカタね。出てくる？あ、そう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 、カジカタ。あれもね。出てくるのか、うん、あとなんかほらガラスとかさいろいろ出てくると、うんうんうん、まあ行ってみるだけ行ってみるか。うん。で帰りにハンモの洞窟に寄って、うん、物資を取って回収して、うん、苔がね必要なんで。そうだね。苔ブロックを作るために、苔ブロック、あの苔蒸した石か、うんうん、苔蒸した石を使うために。はい、結構汚す作業に使うからね。そうね、長いねこの道意外と。うん、長い。ちゃんと歩いてるよ。ちゃんと歩いてる。初めてかもしれない。いつもビューンって一飛びだから。ね。うん。ちょっともうこっから道ないから。オッケー。こっから道ないからもう飛ぼう。オッケー。行きます。ピューン。いい。ここら辺ね、ちょっとサビジの遺跡とかないかなーって探してて、うん、まあハンも探しつつね、サビジの遺跡ないかなーと思って、うんうん、ないんですよ。ないのね。ないんですよ。あるっていうのかと思った。ないんですよ。あ、で これハンモね。これがハンモ。あ、オッケー。で、ちょっとジャングルで食料をね、うん、食材がさ、はいはい、植わってたりするじゃん。うんうん、ないかなーって思って、ここね、ちょろっと探索してたんですよ。うんうん。ほら、これ絶対そうでしょ。あ、これそうだ、絶対そう。これそうだよね。うん、これそう。ということで、今日はここで、うん、作業をしていきたいと思います。はい。シャッシャしましょう。あれ。よいしょ。あ、カラフルなのが出てきた。これそうなのか。あ、これだ、そうだよ、これそう。じゃあちょっとシャッシャさせていただきます。うんうん。なんか出てきた。なんだ？なんだこれ。ろうそく。緑色のろうそく。上から少しずつ掘っていこう。そうだね。これ落ちるとパリンと割れちゃうからね。うん、あ、これそうだよ。来ました。もう早速。これはレンガじゃないですか。レンガ？レンガだ。レンガはいらない。あ、壺のかけら。これなんだろう。壺だ。麦だ。ね、炎。炎。麦。炎。おお、私炎。怖いわ。また怒られるから俺。終わったら。もうシャベル使わないでって。フェイさんもうシャベル使わないでって怒られちゃう。そうだね。言ったことあったね。あ、ここシャシャできるよ。フェイさん。はい。怖え。あ、チャさん上、チャさん上。はい。上シャシャ。あ、はい。ちょっと見えちゃった、ね、また。白色のろうそくじゃないそれ。違う、糸。糸か。糸。糸でした。お、なんだこれ。あ、ガラスか。めっちゃでかい何かが出てきたかと思ったら、板ガラスだった。壺のかけら。シャシャシャ。なんだこれ。なんだこれ。あ、来た。何見てた？カジ型先駆者風の装飾。来ました。これこれ。これこれ、さっき言ってたの。これこれ。お？何？来た？来ました。来た？あ、同じだ。先駆者風のカジ型だ。茶色いろうそく。ここいっぱいある。あ、見て。なんか看板出てきてないか、それ。あ、こっちあれだ。あ、あ、ナイス。あ、でもまた先駆者だ。看板だ。多いな、先駆者。看板も出るんだ。これは、あ、ここもなんか出てくるぞ。出てくる？なんだ？職人風の装飾だって。やったで。ナイス。現在2種類です。はい。え、なにこれ？あ、ホッパー。うん、ホッパー。え、ホッパーじゃねえな、これ。
何？大釜だろ。大釜。あれでしょ？設定はさ、村人が住んでたんでしょ？あ、らしいね。うん。いらん。クワ出てきた。あ、出てきた、出てきた。なんだ？先駆者だ。アイス。先駆者多いな。ちょっと、多いね。置きに行くわ。はいはいはい。粘土。ゴミやんけ。粘土。炎の壺のかけらだ。わあ、ナイス。また出てきた。ああ、出てきた。二つ。お、茶さんの方当たりだ。これなんだ？あ、それ取って取って。どうぞどうぞ。多分職人風のやつだな。職人風。職人風。うん、職人風。黄色いガラス。出てきました。ここにも牧者の、牧者風装飾。おぉ、よくわかんない。わかんない。あ、レコード。あ、そうだ、レコードも出るんだ。レコード出た。これあれか、限定のやつだ。うん、そうだよ。やったりーん。やったりーん。あ、また、火事型だ。うわ、ナイスー。先駆者めっちゃ出てくる。うわ、だいぶ掘ったねー。掘った、掘った。どこだっけ？ここか。ここ。うん。こっから始まって、くねっと曲がったのか。そうそうそう。よいしょ。あ？じゃあご飯タイムしましょう。折りたたみの机と椅子持ってきたんで。あ、そうなん？ええ。どこにしようか。いいロケーションがいいよな。そうだね。川っぺりにしますか。オッケー。ってことで、今回は茶さんが作ってきてくれました。はい、はい、作りました。地下狭術。あれ、変えるか。オッケー。こうしよう。いいですよ。横並びにしよう。ああ、横並びにしよう。そうそう、そうですね。じゃあ、まず、牛乳。牛乳飲めないって。そう、そんなペペさんのために、はい、これ。あ、チェリーソーダ。チェリーソーダ。ありがてー。うん、飲みます。はい。うまい。これメイン。お、メイン。来た。何これ。なんだこれ。ハンバーガーセット。ハンバーガーセット。うん。ハンバーガーとホットドッグのセット。すげえ。バーガーセット。16も回復する。うん、やば。そうそう。やばいでしょ。ベーシックハンバーガーとホットドッグだ。本当だ。そう、そう。ホットドッグとハンバーガー。これになんかあの、ソーダついてるじゃん。あ、そうだ、そうそう。完全にあの、セットなんだ。そう。でも、ソーダが、ちょっと絵にないから。絵にないね。ソーダは別で。すごい。あ、これね、うん、豚のひき肉使って、そう。ホットドッグ作って、そう。すごいですね。ハンバーガーも作って、うん、食べましょう。ちなみに、この後まだ出てくる食事？あ、出てきます、一つ。あ、じゃあちょっとそれ見てからにしようかな。そうだね。うん、食べれなくなっちゃうから。そうだね、最後、ラスト。こちらです。バナナパフェ。バナナパフェ。すごい。プリンアラモード的な？そう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 。だけどちょっとバナナ今回使ったから。あ、なるほど。うん、バナナパフェ、これも結構回復しますね。これも回復します。これはアイスクリームも使ってるし。ほんとだ、アイスクリーム使ってる。ここ、うん、あ、チョコレートバーとかね、うん、うんうん、美味しそう。美味しそうでしょ。あれですかね、あの牧場地区で取れた牛乳ですかね。そうです、そうです。搾りたて牛乳とソフトクリームを使ってって感じか。うん、うんうん、いいですね。ではハンバーガーいただきます。ハンバーガーいただきます。うまうまうまい、うまい。ということで続きやりますか。やりましょう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。怖いね。つぼのかーけら、うん、ナイス。あ、パリンつったね今。うん、おいおいおい、掘りすぎちゃう、掘りすぎちゃう。おいおい、やってんな。うん、ないですね。終わりかな。あ、ここがちょっとあんのかな。あ、こう繋がってるのね。はい。おー、わっぴ。はい。一応あの、ウーバーイーツしたんですけど、いります。あ、そうなの。いります。あの、情熱のトマト屋から。ああ、はいはいはい。はい。あの、ハーブチキン。ああ、ありがとうございます。半熟トマトとハーブチキン。濃厚トマトスープ。はい。ペペペトマト 100% 濃縮還元。はい。はい、ペペ農園特製ペパロニピッツァ。おうおう。はい、そしてカプレーゼです。これ夜食、
夜ご飯かな。うん、晩ご飯で持ってきたんだけど。うんうん。あのお腹空いてないみたいなんで。あのペペさんもお腹空いてないんで。あの二人ともお腹空いてないみたいなんで。あ、お腹空いてないです。ね、まあ、帰って食べましょう。ってことでちょっと戦利品見てみましょうか。はい、お願いします。よいしょ。まあ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 。レコード1枚と、カジ型が、うん、まあ、4種類。そして、うん、壺のかけら1、2、3、4、5、6、6種類と。うん。まあ、レコードでかいね。いいんじゃないですか、これは。うん。いい感じです。うん、さあ、ということで、本題、はい、本題というか、まあ、本来の目的である、この、コケブロックを入手するという、はい。ことで、ハンモ行きますか。行きましょう、ハンモ。あ、待って、めっちゃでっかいとこ来た。どこ？めっちゃでっかいとこ来たけど、うん、上ばっかで取れない苔が、よいしょ、いてて、あばざばざば、まずい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 、わあ、来た？うん、行かないかな、行かないのかい、そのわあはそこについたようなわあだったでしょ、敵がいっぱいいるから、わあすごい綺麗のわあだったよ。本当？全然違った？うん、違った。ということで、我々、旅路の遺跡を攻略というか、発掘、採掘したので、せっかくなんで、防具に模様つけていこうかなと思います。はい。というか、もう、模様は、茶さんがつけてくれました。くれました。ってことで、模様つけた防具を飾りたいので、映画館の方に行きましょう。はい、行きましょう。これ、ドラマのあれじゃん。で、電車追いかけるやつが。ドラマでよく見るやつ。チャさん。バイバイ。チャさん。元気でね。元気でね。元気でね。あ、来た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 。久々だな、こっちの方来るの。ね、久々だね、本当に。作ったら作ったっきり来てないからね。うん。さあ来ました。うわ、はい、久々映画館エントランス来ました。こっちにちょっと防具立てがあるんで、ここにね、うん、飾って、もう飾ってるわ。うん、飾りましょう。はい、よし、おー、いいね。うん、来ました。これ何ですか？右から、右から、これアイアンマン。アイアンマン、はい、アイアンマンで、真ん中がファルコン。ファルコン。スパイダーマン。スパイダーマン。あー、なるほどね。スパイダーメンか。うん、なるほど、うん。すごい、マーベル作品が飾られておりますね。うん、これはキャプテンアメリカ。これがハルク。すごい。この模様は、ね、いろいろ使った。いろいろ使った。ちょっとわかんない。ちょっとわかんない。古代都市で撮ったやつ。あ、そう、古代都市で撮ったやつと、この間撮ったやつ。うん、旅路の遺跡の、なんか先駆者とか。そうそう、使った。ちょっと我々見つけてしまったんだよ。そう、ポップコーン。この、シアターボックスってやつを。ちゃんとね、ジュースと、ポップコーンと、チョコレートバーっていう、もうシアターボックス、うん。映画館で食べるようなあのセットみたいなやつ。あったんだよね。あったんですね。うん、これ今並べてるのが単品のポップコーン。そう、うん、単品のポップコーンなんで、ちょっとこれを改造しましょう。うん、チェリーソーダ。今回チェリーソーダ。チェリーソーダ。とチョコレートバー。うん。まな板と包丁みたいな感じ。包丁、うん。で、シアターボックス。うわ、めっちゃ回復するじゃん。よいしょ。あ、ナイス。ということで、シアターボックス。はい。ポップコーンセットということで。うん。めっちゃ暗い。めっちゃ映画館っぽい。そう。ということで、今回は旅路の遺跡行きました。はい、行きました。そんな感じで冒険会もちょくちょく挟みつつね、まあ、農業もっと料理とか作っていきましょう。ではでは、この動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。